やあ。また巻物が。ドミグラが歴史の改変を引き起こしたんだわ。歴史を大きく歪ませて時の狭間に穴を開けるつもりね。早く何とかしないと。ドミグラ、時の狭間に閉じ込められたままここまで強力な魔術が使えるようになっているなんて。確かにこの時代に地球は一度消されてしまいます。でも悟空さんたちは瞬間移動で助かるはずなのに。ドミグラも早く時の狭間から抜け出そうと急いでるのかしらね。なんとかしないと。でもその前にもう一つあったでしょ、歴史の改変が。ええ、ドミグラがピッコロさんを操ってましたね。時の海王神様、どうすればピッコロさんを正気に戻せるんですか。そうね、洗脳の魔術を打ち破るには魂のこもった熱い一撃を体に刻むしかないわ。つまり思いっきりぶん殴ればいいの。本当ですよね。神様は嘘つかない。ドミグラが何をしてくるか正直予測できません。大変でしょうがお願いします。どうなってるの？ピッコロさんがおかしくなっちゃったんだ。一緒にいるあの変なおじさんの仕業みたいだよ。だから最低やっつけりゃいいんだな。なるほど、なかなかの腕前だが、私の幻影を倒したとピッコロの洗脳は解けない。私の力でピッコロの能力も上がっているしな。さあ、お前たちに歴史の改変を修正することができるかな。
何が？ピッコロさん、気がついたの？死ぬ！おっさん、早くね！まだダメか。やはり時の海王神様の言う通り、もう少し攻撃を加えないといけないのか。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。それでいい。それでこそ俺の弟子だ。済ませてもらったから、どこのドイツか知らんが、借りは返させてもらうか。
人ブーと互角に戦ってる。俺たちだって戦ってただろ。ハメハメハ。お前なんだか面白くないぞ。何やってん？ごはんさん。は？兄ちゃん、よかった。死んだんじゃなかったんだね。やめて。おい、まさか、お前も俺と戦うつもりか。違う。弾を殺すつもりだ。許さない。の残念を食い止めるチャンスはまだ残されています。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。やるんだ。ここで終わらせてやる。やりましたよ。間一髪でした。父さんと悟空さんの到着を待ってたんだけど、これでルーを倒せば歴史は修正されます。地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。これで最後です。父さんと一緒に魔人ブーと戦ってください。聞こえるか。
世界の人間ども、今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。そこでお前たちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。なあ、オラに元気可能な限り分けてくれ。頼む。おい、ブーを消すにゃこれでも多分まだ足りねえぞ。分かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。あいつ囚人殿、さっさと協力しやがれ。なんでみんな分かってくれねえんだよ。ハメハメだな。いい加減にしろ。さっさと協力しないか、このミスター。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。はっ、きたー。おー、離れてろ、おめえたち。行くぞー、くたばっちまえー。はい、あいいいい、手間取りやがって。ふん、やったのか。やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。しかし、ほんとすげえやつだったな。ふん、今度は一対一で勝ってみせる。いやー、お二人ともお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん？アリ？ん？すごい、本当にすごいですよ。あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのは、ブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか。とんでもない奴。その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょ。え、いえ、思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの、時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。
過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。あともう少し、もう少しだ。Thank you.